ハイスピードエイトワールラジオラップエイト。皆さんこんにちは、リンドリン役泉風花です。浅川かなた役鹿瀬陽子です。始まりましたハイスピードエイトワールラジオ。この番組は2024年放送予定のテレビアニメハイスピードエイトワール、通称ハイスピの放送に先駆け、作品の魅力や新情報をどこよりも早くハイスピードでお届けする番組です。近未来の日本を舞台に、最高時速500キロオーバーで最速をかける次世代レースネクスレース、それぞれの信念を胸にひたすらネクスレースでの勝利を目指して競い合うドライバーたちの熱き戦いに注目です。はい、ということで今回で8回目の放送となります。はい、ひかささんはサトレンさんと初めましての回で7回が、そうなの、でもなんか初めましてと思えないぐらいお二人なんか打ち解け合ってましたよね。本当なんかすごい相性いいなって思いました。いやでもなんかトークのこう私お名前をね、こう見てこう勝手にこうレーサーさんでっていうのだけ想像してて、はい、高田とはまたなんかちょっとなんか雰囲気が全然違って、すごく落ち着いた方で、すごい、でも掘ると結構親近感ある部分もあるっていう、ね、笑顔が可愛いのよ。そうなんですよね、笑顔でちょっと信頼な感じが出ますよ ね、はい、ということでその佐藤蓮選手は今回で最後となります。なんで今日は佐藤蓮選手の人となりを深掘りしちゃいたいと思います。本当にいろんなことをね、こういろいろお話ししてくれるから、はい、こんなに佐藤蓮選手のこと知れる番組他にないと思います。なんか本当についついいろいろ聞いちゃうんだよね。止まらない、未知の世界だし、ね、面白いですよ ね、楽しみですね今日も、はい、ということでひかささん本日もよろしくお願いしま す。今回も楽しく爽やかに駆け抜けていきましょう。ハイスピードエトワールラジオスタート。お送りしていますハイスピードエイトワールラジオ、お相手はリンドリン役の泉風花と浅川かなた役の日笠陽子がお送りしています。エトワールに私はなーる。ここで皆さんの日常生活における負けられない戦い、エトワールに私はなーるをご紹介したいと思います。こちら静かなるコンさんからいただきました。ありがとうございます。私の負けられない戦いは、うどんです。僕は家の冷凍庫に常に冷凍うどんをストックしています。一人暮らしを始めてからの継続率は 100% です。すごいな。この継続率は誰にも負けない自信がありますといただきました。確かに冷凍うどんずっとはないな。冷凍うどん好きな人ほんと好きだよね。私のね母もね冷凍うどん大好きなんだよね。あじゃあもしかして継続率 100% ですか。継続率 100% はちょっと言ってないけど、まだ負けてないですね。今あのあれでしょ、5パック入ってるやつでしょ、そうです。私もよく買ってました。あそうなんだ。でも100は100はね、東京出たての時はそれこそ私もほぼ100でした。そうなんだ。でもだんだんなんか冷凍うどんでさえ億劫になっていき、そこもなんかそれもなんかストックしとくって難しいんですよね。なんかやっぱ帰ったらあないわみたいなんで、であもう買わなきゃな、めんどくさいなみたいな、買いに行くのがもうめんどくさくなっちゃう。 そこが億劫で何食べる、もう何食べる今日あでも米なら米の継続率は 100% です。米が家にある率なんで、それを炊きさえすれば飯が食えるみたいな感じ。なるほどね。買い、はい、お米ってね、やっぱ5キロとか買っちゃえばね、そうそうなくならないので、確かにそれはあるな。うどんのストック率、今冷凍うどんってさ、あの袋ごとレンチンするんだよね。 あります、そうですね、できるんだよね、はい、なんか茹でるしかなんか選択肢が今までなかったからレンチンってすごくない、全然レンチンでできちゃいますね。もう簡単だよね。そしたらね、だから結構レシピでもね、冷凍うどん使ったレシピ上がってて、ね、チンしてなんかもう混ぜるだけみたいな、釜玉うどんみたいなことだよ ね。便利な世の中ですね。便利な世の中、電子レンジ考えた人すごいな。いやもう電子レンジ、私ずっと皿が回るやつ使ってたんですけど、懐かしいなそのタイプあれもう皿の手入れがめんどくさすぎて、本当に臭くなるんですね電子レンジって。そうなのめちゃくちゃ臭くなるんですよ。そうなの。そうなんです。お肉とかチンしてちょっと冷凍したの解凍したりすると、そうだからようやくいよいよ買い替えて、皿はやめてあのフラットタイプ、なるほどね、にしたらオーブンみたいなやつ、そうですねあれのね衛生的、そうなんだ。
気にしたことなくて、うん、やっぱあっちの方が楽だし衛生的なんだ。あの、まあ、丸洗いできるもんね。引き出すものもないやつなんですよ。もうマジでただのレンジ、何物かにないやつ。そうなんだ。なんですごいフラットなんで掃除も楽で衛生的でいいなって、臭くならない。電子レンジって便利。コンさんは別に電子レンジの話をしてるわけじゃないですか。そうなんだよね。うどんの話なんだよ。何のコーナーだっけこれ。負けられない戦いです。負けられない戦いか、はい、なんでね、一応負けられない戦いは継続率 100% は誰にも負けないと。ぜひこれからも続けていってほしい。そうですね、継続率 100% ひかささん何かありますか。え、歯磨き。あ、確かにそれは確かにそれは 100% でありたいところですね。 100%、 うん、うん、確かに。あー、なんだろうね、継続率 100% か、すごいよね。 100% なことがあるって本当。あ、でも今のところ、髪の毛を結構明るくしてからは、うん、トリートメントと、色落ちが綺麗になるような紫色のシャンプーは毎日してるんで継続率 100% です。すごい、これはあるわ、これは自信持って言えます。色落ちしてない？なんかでも黄色くならないようなやつなんで。そうなんだ、色落ちが綺麗なやつにしてます。あった、あります。続けてください、はい、続けます、これ負けません、はい、私のエトワールです。では次のお便りです、はい、ポンタさんいただきました。ありがとうございます、パーソナリティの皆さんこんばんは。こんばんは、私が負けられないのは海外ドラマです。今見ている海外ドラマがめちゃくちゃ面白くて、うんうん、あと1話あと1話と言っているうちに朝になっていることも多々あり、あ、次の日の仕事がおろそかになることがあります。さすがにまずいと思い、どんなに面白くても睡眠時間は確保できるよう続きを見たい自分に鞭を打って寝ていますのはずが、頭の中で考察してしまいやっぱり寝られません。いつか勝てる日は来るのだろうかと。あ、勝ててないんだ。勝ててないね、完全に。勝ててなかった、負けてる戦いだった、うん。おー、海外ドラマ確かに長いですもんね。1シーズンも長いしシリーズも長いしみたいな感じですよね。ドラマって確かにね、確かにもう終わりまで見るしか、うん、もう道がなくなっちゃうんだよな。映画ものだったらね、だいたい2時間とかで終わるからね。なんとかいけるけどね。基本的に映画の方が見てます。うん、やっぱシリーズだと見たいもあるし、あの続き見なきゃがあるんで。なるよね。そう、なんでね、よっぽど時間ある時じゃないと、うん、いや本当さっきスタッフさんこれすごいわかるっておっしゃってました。わかるよ、終わりどころがわからないから見続けちゃうみたいな。あとゲームも同じ、うん、わかります。ゲームこそ本当にそう、本当にそう、うん、全然終わりがない。 RPG なんてもう特にそうだし、みんなとやるゲーム系も、うん、あと一戦、あと一戦だけやろ、あと一戦だけ、いや一戦30分かかるんだけどみたいな。全然寝れないやつですね。私も一時期乙女ゲーム、初めてやった乙女ゲームが楽しすぎて、うん、もう本当あの3年間なんですけど、もう一晩で3年間終わらせちゃうんですよ。早いよ、もう終わっちゃうんですよ。楽しみが、もう楽しすぎて朝になって、あ、朝になった、卒業したみたいな。卒業、朝で卒業。そうなんですよみたいな感じで。時間泥棒だよ、あるあるですね。うん、じゃあもう一つぐらいいきますか。もう一ついけるかな。こちらチョイレアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私の負けられない戦いは英語の勉強です、うん、洋画を字幕なしで見たいという夢を叶えるためアプリを使って毎日勉強頑張っています、うん、ですが最近仕事が忙しく、今日ぐらいならサボってもという悪魔のささやきに何回も負けそうになっています。なんとか意地で1年以上毎日勉強していますが、そろそろやばいかもしれません。お二人は自分自身のために定期的に続けていることはありますか、といただきました。すごい、英語の勉強1年以上毎日してる。いやすごいな、これは。本当私さ、毎回年末年始ね、はい、海外旅行行ってたんだけど、うんうん、海外旅行行くたびに今年こそ英語をやるぞって思うんだけどなんだろうね、その気持ちって。なんか1ヶ月くらいでなんか風化するなんかねなマジックでもあるのかな、なんかかけられてるんですかね、そういう呪文を。不思議だな、すごいですよ。えらい、相当意志強くないと無理。確かになんか1年以上やっててそろそろやばいかもしれませんの感覚めっちゃわかります。そうなの、うん、なんか私も結構ハマったらとことんのタイプで、うん、あのもう毎日やり続けたりするんですけど、なんとなくそろそろ切れそうだなみたいなのがあるんですよね。わかるんだ、うん、なんかそろそろやばいみたいなの、わかります。なんて多分今チョイレアさんにとってめちゃめちゃ大事な時期ですね、うん、頑張ってください。頑張る、洋画を字幕なしで見てください。
でもできれば私は吹き替えで見てほしいですけどね。そうだね、職業柄吹き替えとっても素晴らしいですよって思いますけども、うんうん、定期的に続けていることありますか。筋トレ、あ、筋トレ、整体、うんうん、確かにお仕事に必要なこととか、確かに暗いかな、定期的、うん、定期的、私も定期的だと筋トレですね。夏になるとお腹を出したくなるので、そう、え、お腹冷えちゃうよ、ポンポン冷やしたらダメよ。確か初めてハイスピラジオの時、ヒカサさんと撮った時にお腹出してて同じことを言われた、言ってた。ポンポン冷えちゃうよって、北海道北海道って。そのために腹筋を鍛えるんで、定期的にプランクとかしてますね。えらい、うん、わーすごい、チョイリアさん頑張ってください、応援しております。はい、はい、ということで番組では皆さんの日常生活における負けられない戦い、エトワールに私はナールを募集中です。投稿フォームは公式 X をチェックしてください。ハッシュタグハイスペラジオで投稿していただいても OK です。またメッセージや質問など普通歌も募集しています。聞いてほしい出来事などもあればどしどしご投稿ください。たくさんのメールお待ちしております。ハイスピードエトワールラジオ、さあ4回にわたってご出演いただいていますスペシャルゲストの佐藤蓮選手、今回でついに最終回です、はい、いやでもめちゃめちゃね、いろんなお話聞けましたんで ね楽しかったですけれども、今日が最終回ということで、では早速登場いただきましょう。ご挨拶お願いします。はい、 TCS 中島レーシングの佐藤蓮です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、佐藤蓮選手宛てのメールをいただいておりますので、こちらご紹介させていただきたいと思います。三代目紅白22番さんからいただきました。ありがとうございます。泉さん、ひかささん、ゲストの佐藤選手、こんにちは。こんにちは。レーシングドライバーの佐藤選手が声優ラジオに登場するので初めてメッセージを送らせていただきます、うん、僕は4年前岡山で開催された FIA-F4 レースを現地で観戦したことがあります、うん、当時佐藤選手は予選でポールポジションを獲得し、決勝では他の相手を寄せつけず見事優勝。将来上位カテゴリーで活躍するドライバーと確信していました。そんなドライバーが今国内最高峰のスーパーフォーミュラで活躍されており、かっこいいと思いました、といただきました、うん、ありがとうございます。すごい、すごいですね、他を寄せつけず、ね、見事優勝。そのレースが初優勝だったんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、すごい、それを見に来てくださってた方がメールを送ってくださってる、はい、非常にありがたいですね。じゃあもうその4年ね、4年間の間ずっときっと応援して見続けてきてくれたのかもですね。そうですね、すごい。じゃあきっと今もね、スーパーフォーミュラ見に来てくださったりとかしてらっしゃるんでしょうね。そうでしょうね、佐藤蓮さんのファンだ、はい、ありがたいです。わー、いいですね、素敵ですね、はい、それでは次のメールです、はい、ゲンゲンさんからいただきました。ありがとうございます。サトレンさんに質問です、はい、レース中のあの速度と爆音の中で無線の音はちゃんと聞こえるんですか？確かに。また無線に気を取られてミスったことありますか？おいおい、ラジオだけでなくレースでの活躍も期待しています、ということで、はい、無線があるんですね。そうなんです、耳栓的な形、まあ、耳の型を取って、作るんですけど、イヤモニみたいですね、はい、あ、そうです、そうです。なんかそれをつけることによって外からの音は聞こえなくなるんですけど、無線の音は聞こえるっていう状況なんです。外からの音聞こえないって危なくないんですか？いや、もうエンジン音がうるさすぎて、もう耳が悪くなっちゃうので、多少は聞こえるんですけど、だからちょうどいいぐらいです。あ、じゃあ無線で何を言われるんですか？全然わかんなくて、まあ、走ってる順位だとか、うん、戦略をどうするとか、うんうんうん、順位って見れ、自分で見ててはあんまりわかんないもんなんですか？まあ、大体はわかりますけど、正確に、正確に、あと戦略が違ってピットインとかもするので、うんうんうん、実質何番手とか。あ、へー、なるほど。どういうことを基本言われるんですか？ずっと言われて続けるんですか？いや、ずっとは言われないですね。まあ、自分の今のペースとか周りとのペースさとか、あとは、まあ、自分の状況を伝えてくれることが多いですね。だから自分が見れないことを客観的に教えていただけるっていう。なるほど。そこででも自分で戦略を練ったりするんですか？まあ、戦略は基本的に、まあ、レース前に決めといて、いや、そういうもんなんだ。で、無線も今聞かれちゃうので、あ、まあ、戦略もプラン A プラン B とか、聞かれるんですか？はい、
え、他の人に？他のチームの人で、あの無線を聞く専用の人がいて。それも戦略なんですね。話を聞いて。スパイってこと？はい、あの他のチームのやつをずっと聞き続けてる方がいるってことです、はい、なんてこった。例えば自分がそういう濁さないで言ったら、うん、あの佐藤はこの週で入るみたいなこと言われてたり、あ、そういうやらかしたことありますか？そうですね、あの濁していたのに、はい、もうすぐ入るよねみたいなことをチームと話しちゃって、話しちゃった、それでバレたってことがありました。あるんですね。意外と戦略もあるんだな、ね、意外と、はい、アニメ内でもプラン何で行こうみたいなありました。あるもんね、うん、そっか、すごい難しい。あ、面白いですね。常に冷静じゃないとダメですね。そうですね、やっぱりいかに落ち着いてあの話せるかっていうのも大事ですね。いやでも冷静でいられるのすごいですよね、あのスピードの中で。結構慣れが必要かなと思います。だって心拍上がってるってことは興奮するみたいなものじゃないか、ね、ある意味、はい、じゃあ心の心臓の動きとこの精神の状態はこうなんでチグハグ、いわばチグハグってことなんですよね、はいはい、面白い。どういう感覚なんだろう、やってみたい。自律神経乱れちゃう確かに確かに、はい、あ、じゃあその日の夜は寝れないとかありそうです。絶対あるでしょ、絶対ある。レース終わった後結構疲れてても寝れないこと多いです、ね、面白い体ですね、はい、すごい面白い体ですねでドライバーさんみんなそうなんでしょうね。いや、はい、ありがとうございました。メールね、佐藤選手宛てにね結構いただいてて、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、過去3回はスーパーフォーミュラに関するお話をお伺いしてきましたが、最後はサトレンさんのプライベートな部分をこんな企画で深掘りしていきたいと思います。題してエトワールチャレンジサトレンスペシャルエトワールチャレンジとは、毎回スタッフから出されるさまざまなミッションをパーソナリティが協力してクリアを目指す企画となっております、クリアすると星、つまりエトワール1つゲット、見事3つ獲得すればなんと番組から素敵なプレゼントがあるそうです。ということで、現在我々1つ獲得しております。ほう、なかなか2つ目にねたどり着いていないということで、今回スペシャルになりました、さあ気になる今回の企画ですが、サトレンスペシャルということで、サトレンクイズにチャレンジします。はい、サトレンさんについてのクイズですね今から佐藤選手に関するクイズが出題されます。我々は2人で回答しまして、どちらかが正解していれば1問クリア、3問クリアでチャレンジ成功です。で、そして今回はスペシャル版ということで、なんとエトワール2つ獲得です。おー、全然3つにたどり着かないからもう2つやるぜしびれを切らしてる、ね、しびれを切らしてるねということで、どっちかが正解すればいいなんで。あ、そうなんだ。そうなんです、同じ答えに統一しなくてもいいので。わかりました。これは2つ獲得待ったなしです。はい、はい、ということで、では早速いきましょう。では第1問、世の中で最も苦手なこと、ものは何でしょうか。うわー、聞いときゃよかった。確かに確かに、ここで全部聞いときゃよかった。でも私なんとなく、あの、なんとなくですよ、ドライバーさんとはいえ話してると結構親近感湧く部分もあるので、うんうん、虫系なんじゃないかなって。なんとなく虫は思う。あ、なんか、え、でもこの反応は意外と、あ、丸な気がする。私は、はい、はい、コーチ。あドライバーの、あの、あ、チームの中の一番怖い人みたいなことですかね。それでも言ったら流せないから言ったら流せないからダメなんじゃないですか。最も苦手なこと、食べ物です。お、食べ物なんだ。なんだろう、でもみんな嫌いなのはパクチーとか苦手な人多いですよね。あ、いや、あ、それ1回だけで答え。あ、今のは、まあ、あの答えじゃないですよ。あの世間話です。世間話かつ考えてるから考えてるんですよ。素振り的な感じ。素振りです、素振りです。パクチーとかセロリとか、クセ強系の食べ物ですよね。あの、いや、人参とかピーマンとか、ね、あ、意外と可愛らしい食べ物。逆に好きな食べ物は何ですか。あ、確かに好きな食べ物はこの後の質問で、はい、あると思います。あ、ほん、あ、そうなんだ。なるほどなるほど、はい、あ、私それ分かったかもそれ分かったかもしれないです。これを今回取れ、あ、終了、シンキングタイム終了。あ、私、あの、自分の願望で言います。はい、はい、じゃあ私は、椎茸。いやいや、それパクチーとセロリとか言ってたやつどうした。あ、私それ嫌いなんですけどなんか、あの、そ、意外とああいうのってめっちゃ好きな人もいるじゃないですか。
私しいたけ食べれないんですけど、しいたけ嫌いな人結構いると思うんですよ。いや結構いるんだよね、意外とね。キノコっていうのいるんだよね。そう、癖強いじゃないですか。で感覚も近いところがあるんじゃないかっていう願望で、しいたけ多分嫌いだと思います、サトレンさん。決めつけです。どうしよう、その線でいくとトマト、おグリーンピース、でも私ねグリーンピース嫌いなんですよ。お、私もです。じゃあ牡蠣で。突然の飛びましたね。あれ野菜って言ってた、あ食べ物、食べ物って言ってた、牡蠣で。じゃあひかささんは牡蠣、はい、私は椎茸。サトレンさん正解をお願いします。はい、キュウリです。全然違うやん。キュウリは美味しいじゃないですか。なんでウリか、ウリかか、ウリが。キュウリ以外のウリもダメなんですか。スイカは、スイカもちょっと、え、スイカも、そっか、そっか、キュウリか、カリウム豊富なのに。確かにいますね、キュウリなんか匂い臭いっていう方ね。ただ椎茸もトマトもそこまで好きではないですけど、最も苦手なもの。最も苦手。なるほどね。ちょっと意外とお野菜あまり得意じゃないですね。いやそんなこともないんですけど、ね、バランス。サラダは好きなんですよ。サラダ、でもサラダもキュウリもトマトいけるんですか。無理です、無理なんか入ってないサラダなら大丈夫。つまりレタスやん。レタス、玉ねぎ。なるほど、人参好きです。なんかダメでした、はい、1問目ダメでしたが、次いきます、第2問でで、レーサーの次にやってみたかった仕事は何でしょうか。なるほど、これはね、結構声優さんもお詳しいので、声優やってみたかったとかももしかしたらあるのかなっていうのもありつつですが、ご趣味は何ですか。確かに仕事の以外、仕事っていうのかな、レース以外の日何してるんですか、はい、アニメ見てますね。アニメ見てます。アニメ好き、 はい、アニメーターの線ワンチャンありそう。しかも特技イラストですからね。そうなの。絵がめちゃめちゃお上手なんです。そうなんだ。そうなんです。あ、じゃあ私アニメーターにするよ。じゃあ私一応ヒントもらってもいいですか。漫画家、漫画家しよう。フリートークで話されてた内容にちょっとかぶってます。私たちが話してた、はいはい、サトレンさんが出る前の、はい、何話してたっけ。何話してた。どこどこに行きたいみたいな。あ、でレース見に行きたいみたいな話も。あ、わかった、わかりました、決めました。私わかりました。ひかささんがおっしゃってました。私言ってた、言ってました。あ、そうですか。回ってない時に、回ってない時の話だ。話してたんですよ。話してた、私が行きたい場所言ってました、言ってました。で、私が突っ込まれたんですよ、ひかささんに。花火が見たいんじゃないって言ってたじゃないですか。 あれだ、終了、シンキングタイム終了です。え、なりたいもの、じゃあね、馬、馬。保育園の頃の夢とかですね。たまにいますもんね、イルカなりたいとかいう子ね。馬、じゃあ私はジョッキーにしときます。なるほど、はい、にします。正解は、サトレンさんいかがでしょうか。どうぞ。はい、ジョッキーです。正解ですね。馬とジョッキー合わせてですからね。そうなんだ。でもじゃあもうなんかレースするために生まれてる、うん、本当ですね。意外となんかお馬さんが好きなんです。そうなんだ。それはそれこそご家族の影響とか。いやいやいや、もうなんですかね、まあ動物が結構好きで、かっこいいですよね。確かに馬綺麗ですしね、かっこよくて。どちらにせよもうレースに、そうです、ね、レースする運命なんだな。なんかどっちにいてもおかしくない、どの世界線もありそうですよね。はい、じゃあということで、よし、これで1問正解、あと2問正解したらエトワール獲得。はい、じゃあ続いての問題です。じゃん、最近ハマっていること物は何でしょうか。最近ハマっていること物、今日のフリートークの中にありましたか。ないです。ないの、はい、じゃあヒント早速いただいていいかな。結構家な、室内ですか外ですか。室内です。将棋。答えになっちゃった。じゃあアニメに関連することですか。アニメに関連はしないです、ね、しないんだ。生活の一部というか、衣食住とかに関係してますか。関係してます。ます、ま、2つ書きました。あ、2つ書いた、はい、どっちか正解したらいい。大丈夫、はい、衣食住に関係してる。じゃあ私もこれにしよう、決めました、はい、じゃあひかささん、はい、家庭菜園。室内で、室内でシソとか。じゃあ私は
お風呂を光らすこと。私最近お風呂光らせてるんですけど。キャンドルってこと？あの違うんですよ、お湯の中にポトンって落として、あの光るライトがあるんですよ。それ光らすとなんかEDM かかってそうなお風呂になるんですよ。絶対やってないだろ。でも光の種類が3種類ぐらいあるんですよ。あのパッて点滅するのは EDM なんですけど、徐々に光がこうそれ自分じゃん。絶対佐藤さんやってないの。流行ってるのかなと思って。そういうタイプじゃなさそうだ。流行ってるかなと思ったんです。どうですか佐藤選手、はい、正解を。正解は、お掃除。お掃除とゲームです。ゲーム、はい、あなんかあの対人 FPS 的な、まあ、クラフト系の。あーなるほど、はい、こういブロックの人たちがこう、はい、こういうやつ。あーなるほど、ゲームもやるんだ。そんなのやってたら、もう本当にそれやってアニメ見てだったら時間溶けますよね。溶けますね。そうですよね。お掃除、お部屋じゃお綺麗なんですね。主婦やん。いやあのなんか結構最近綺麗好きが入ってきて、急にずっとコロコロやってます。コロコロなんだ。あの立ったままできるコロコロいいですね。はい、楽でいいです。絵の長いやつ。はい、なんか結構担当直人に掃除でしたね。うん、意外とお掃除。ね、お外れちゃいました。じゃあ、 まあ次々行かないと断るもらえないんで、はい、続きまして、じゃじゃん。ご飯何杯でもいける究極のおかずは何でしょうか。これさっき言ってた好きな食べ物に入ってるってことですか。はいはいはい、私これあの分かるかもしれないです。おかずっていう分類にしてるか分からないですけど、サトレンさんが、魚介ですか、魚介海藻ですか。魚介の場合もあります。茶色いですか。茶色い。魚介の場合もある。これか、茶色くてドロッとしてますか。もうドロッとしてるかもしれないです。もうちょっとほぼほぼ人参入ってますか。じゃがいもも入ってますか。 みじん切りに。ああ、みじん切りなんだ。みじん切り、みじん切りと。ああ、なるほど。え、それ分類ちゃんとやらなきゃダメですか。みじん切りにしてる方がいいですか。みじん切りにしてる方がいいです。僕は肉の種類とかひき肉とかの方がいいってことですか。どういうこと。じゃあもう大きいジャンルでいきますね。はい、じゃあ私はカレーにします。おかずなんだカレー。おそらくおかずという風に認識されているかと。松前漬け。渋い。確かに人参入ってるかも。うん、人参入ってる。渋いですね。茶色い。確かに。あ、そういうこと。カレーか。あ、ご飯のお供ばっかり考えちゃった。ではサトレンさん正解をお願いします。はい、カレーです。あー、やった。坊やね。カレーが好きなんて坊やよ。カレーは毎日でも食べれますからね。そんなに。前回おっしゃってたんですよ、あの伊沢さんとやった時に好きな食べ物カレーで。めちゃめちゃそれはわかるね。そうなんですよ。やったやった、これでエトワールに近づきました。はい、じゃあ続いての問題いきますね。はい、ブルン、こちら、こちらから二択問題でございます。うん、悩み事を抱えた時、 A 寝れば忘れる派、 B 忘れられなくなる派、どっちっていうことで。あ、二人で一つの答えにしましょう。なんでですか。エトワール獲得させたいんじゃないですか。チャンス問題です。チャンス問題。二択なので。うん、ちなみにひかささんどっちですか。私は B でしょう。寝れなくなる派。寝られなくなる。繊細、うん、確かに。ですか。どうだろう、繊細は繊細かもしれないですね。でも意外と私でも翌日引きずったらもう、うん、もうこれも B ですよ。翌日まで引きずったら確かに。あ、でもそっか、夜朝方、じゃあ夜型って言ってたから夜も寝られないタイプですもんね。うん、だから寝て忘れるが寝るまでが大変だからなかなか忘れられないんじゃないですか。どうですか。聞いてる。答え聞いてる。ノーヒント、ノーヒントです。うーん、どうだろう。私が割と寝れば忘れる派だったんですけど、なんか年齢を重ねるにつれて忘れられなくなっていってるんですよ。そうなの、そうなの。ね、なんでしょうね。なんかね、寝るのにも体力必要だから。いや、しんどい話ですね。いや、でも。どっち？いや、でも年代が近い方が多分なんかそういうのあるんじゃない？サトレンさんはでも意外とカラッと忘れられるタイプっぽい気がするんですよ、なんとなく。なるほど。なんで私はもう A だと思います。じゃあ A にしましょう。はい、 A にします。ではサトレンさん正解お願いします。はい、 A です。やったやった、忘れられる。あ、寝れば忘れちゃう派。まあ、完全に忘れられはしないですけど、うん、もう寝て忘れたいっていう感じですね。あ、なるほど、忘れようとして忘れる、はいはい、
なんかちょっと覚えてても、まあ、なんかちょっとどうでもよくなってくる感じ、とりあえずもう寝ちゃえば、まあ、朝は多少マシになってる。あ、なるほど、リセットできるんですね、やった。あれもう3問正解した。やったやった、やった、ありがとうございます。サトレイさんのご協力を得て2つ獲得しました。素晴らしいです。もうでもまだクイズ楽しんでやってたいんですけども、ゲットしたけど、 あいいですか、やったクイズ楽しい、ではラスト1問です、もし声優を務めるとしたらやってみたいのは A 主役、 B 悪役といただきましたけども、といただきました。いや B でしょ、うん、私もそう思います。 A じゃない気がするね、そんな気がしますよね。じゃあもう早速 B にしちゃいましょう。はい、サトレイさん正解お願いします。はい、 B です。わーい。でさっきおっしゃってましたしね、ちょっとね、うんうん、おっしゃってましたよね、多分あのアニメでもそっち側が好きなんだろうな。そうそうそう、ロボットさんの、ロボットのね、あっち側の、うん、あと前あの私モノマネというか聞かせていただいたことがあるんですよ、声真似を。あんま似てなかった。いやいや似てましたよ。そうですか。なんか質感すごい、あの捉えてました。なんで多分そっちが、いやあの坊や、あれ坊やじゃないやつでした。坊やじゃないやつか。坊やって言ってた人、言ってた人あの見せてあげようのやつですね、うん、へー、はい、やってくれました。あの悪役の中に正義を持ってる人が好きなんです。あ、なるほど、自分の信念があってそっちを貫いてる、はい、確かに味方によっては悪役ですけど、はい、こっちからしたら正義みたいなのありますもんね、はい、そうね、うん、そのモノマネあのスーパーフォーミュラの YouTube で聞くことができますので。ですか。あれ確か上がってましたよ。公開されてるんですか。公開されてたはずです。ですなんでぜひ聞いてみてください。はい、やった、はい、ということで、なんと私たちエトワール2つゲットしました。わー、おめでとう。なんだろう、ご褒美楽しみですね。次回ご褒美ご用意いただけるそうで、ひかささんごめんなさい、待て待てごめんなさいじゃないのよ、次回って。私はいただいちゃうんですけど。次回だと伊沢じゃん。伊沢さんにご褒美がおい。いやでもちゃんとね、食べ物だったら日持ちするもので、ひかささんの頃まで残っているように、あの頑張って私からお願いします。次の収録2ヶ月後とか3ヶ月後とかだよ、私あの冷凍のものとか、冷凍ホタテとか、冷凍ホタテとかそういうものになっちゃうかもしれないです。とかあのレトルトカレーとかね、腹立つ。あのめちゃめちゃ高くてめっちゃ美味しいレトルトカレーをこの間食べたんですよ。なんで後でサトレイさんにもお伝えしますし、それ系だったらひかささんにもご褒美で行き渡るかもしれない。郵送で、郵送で。わかりました。じゃあそのようにしておきます。あ、やった、エトワールゲットしました。ということで、サトレイさんにも4回にわたってご出演いただきましたが、はい、アイスピラジオいかがでしたか。いや、こういった収録は本当に初めてだったんですけれども、うん、皆様の進行がお上手で、いやいや、はい、楽しくお話しさせていただきました。よかったです。よかったです。すごい落ち着いておしゃべりもお上手で、ね、本当に落ち着いてる、ね、すごいですね本当に、はい、そしてですね、10月28日29日には鈴鹿サーキットが控えておりますが、最終戦ですね、はい、今の心境いかがでしょうか。そうですね、もう今年のレースもあと1大会ということで、はい、うんうん、もう早いなって感じなんですけども、うん、まあ、鈴鹿サーキットは、ホームコースっていうところで、うんうん、まあ、ちょっと特別な気持ちで、はい、挑みたいなと思ってます、うんうん、わ、もう私も楽しみにしています。本当に応援しております。頑張ってありがとうございます、はい、では、今心境をお聞きしましたけども、はい、一応鈴鹿サーキットに向けての意気込みを軽くお願いします、はい、まあ、今年まだ表彰台獲得ができてないというところで、なんとしても鈴鹿では表彰台に上りたいと思います、うんうん、はい、皆様応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、応援しております。ということで佐藤蓮選手、4回にわたってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、エトワールチャレンジ佐藤蓮スペシャルでした。ハイスピードエトワールラジオ、ここでお知らせです。テレビアニメハイスピードエトワールは2024年4月より放送開始となることが先日発表されました。4月楽しみです ね。またハイスピードエトワール最新 PV も解禁されました。最新映像と合わせてキャラクターボイスも解禁になっております。新キャストとしましては、アミ役を田村ゆかりさんが演じることも発表になりました。
アミちゃんはリンと一緒に車に乗ってレースをしてくれるっていうキャラクター、大変頼もしい子なんですけども、まあきっと詳しいことはねどんどん発表になっていくと思うのでお楽しみにということで。もうね、ゆかりさんのボイスがもう本当に絶妙で、絶妙、本当にね技巧派ですよ。いやね、本当に可愛いんですよ、アミちゃん。アミちゃんなんかこうどんどん進むにつれて、私はもうどんどんもうなんか可愛らしさがもう虜になってしまって、ね、会話も楽しくて、アミちゃんのこのなんか成長というか、うん、そうなんですよね、変化みたいなものをちょっとね、うんうん、見どころの一つな気がするんだよな、ね、うん、そしてなんとあれですね、あのキャラクターボイス、ひかささんと、かなたとトアと私はこのラジオ内で演じてましたけども、うん、ね、うん、他の皆さんのボイスもね初めて公開されているので、かっこいいセリフをきっと皆さん聞いていただけてると思いますので、ね、ぜひ PV もたくさん見ていただけると嬉しいです、ぜひ公式 X や公式サイトに最新情報が載りますのでチェックお願いいたします。続いてスーパーフォーミュラからのお知らせです。スーパーフォーミュラ公式 YouTube では普段見られないレーシングドライバーの素顔やレースでのかっこいい姿を見ることができます。佐藤蓮選手のお話を聞いてスーパーフォーミュラに興味を持ったという方はぜひチェックしてみてください。そしていよいよ今シーズンのスーパーフォーミュラも残すところ最後の2連戦のみとなります。10月28日29日は鈴鹿サーキットへゴー、現地に行けないという方は公式アプリ SFGO や J スポーツアベマでもレースが見られますのでぜひぜひチェックしてみてください。みんなで佐藤蓮選手を応援しましょう。また番組では応援メッセージや質問など普通歌を募集しています。番組でやってほしい企画なども募集中です。さらに皆さんの日常生活における負けられない戦いも募集中です。例えば通勤電車の席の取り合いや深夜の蚊など何でも OK です。こちらのコーナー名はエトワールに私はナールです。投稿フォームは公式 X をチェックしてください。またハッシュタグハイスピラジオで投稿していただいても OK です。皆さんたくさんのご投稿をお待ちしています。以上、ハイスピからのお知らせでした。はい、楽しい時間はあっという間で、ね、エンディングのお時間です。いかがでしたか。いや、佐藤選手とね、うん、お話もできて、はい、なんかもう本当にいろんなことをね教えていただいたり、うん、本当です ね知れたりして、うん、クイズが楽しかったです。よりなんかよりなんかこうレースに興味が湧くし、うん、佐藤選手っていう人物にも興味が湧くから、うん、応援したくなる。みんなね、そう同じ気持ちじゃないかな、ね、と思うんですが、選手を知るとやっぱりよりレースも楽しくなりますから ね見てて。そう、鈴鹿サーキットにもすごく私も興味が湧いたので、うん、ね、ぜひしたいですね、ぜひぜひぜひ応援したいですね。ね、お願いします。お願いします。というわけで本日は以上となります。お相手は林道林役の泉風香と浅川かなた役の日笠陽子でした。バイバイ。